的にパッて見たら火がもう出てたから、もう荷物なんか下にあった、もうとにかく命からから逃げたという。いや、もう荷物なんてもう分かんなくて、分かんなくて、とにかく足が先に、前足が先に。誰かで出ろって言った、何も言わない、キャーっていう声がだけ。あれですね、バスの左前あたりでもう左だるまになった人がいましたので、足はもう手で持ってあの火を消し止めて消火し終わって、やはり今度電話しようと思って後ろの方行ったら、また後ろの方でも火だるまになっていたんです。そうすると犯人とは顔を合わせてないんですか？全然全く面識ありません。